い、じゃあ今回はですねテレビボードをちょっと見ていただこうというふうに思うんですけど、どうしてもやっぱりリビングっていうとですねソファーからダイニング、まあ、こういうあのメインなものがあって、で最後テレビボードはっていうと、まあちょっと予算使っちゃったからな、ちょっとちょいちょいでいいかなとか、あと今回はテレビボードはもう前から使ってんのそのまま使うからいいやっていう方が多いんですけど、ちょっと待ってくださいお客様、私はですねちょっとテレビボードはですね真剣に選ぶものだと思ってるんですっていう話をするようにしてるんですね。でまああのちょっと見ての通りですね、これ人気のテレビボードなんですけど、今上の方とかこれ40インチなんですけどね、家電量販店さんに聞くとですね今もう売れ筋はもう50インチが半数以上だなんていうふうに言われてますんでね、いやまだまだやっぱり大画面でですね楽しもう、どうもあの聞くところによると若い人たちはですねもうスマホばっかりでテレビは見ないというふうに言ってますけど、 YouTube とかああいうのもこんな大画面で見たらですねそりゃ迫力満点ですから、あとゲームやったって面白いですしね、まあそれからオリンピックも近づいてまいりましたんで、今日はちょっとテレビボードのことにちょっとついてお話してみようと思うんですけど、まあその前にこの人気のものはですね天然木を使ってますから高級感たっぷりですねこれ、あとはですねちょっと引き出しも開けてみましょう。あーこれ収納もいっぱい入りますね、やっぱり収納スペースがいっぱいあるっていうのはいいですよね、便利ですねとっても。あとですね下が結構開いてますけど、これはあれですねお掃除ロボットがこれ入りますね、ということでまあ人気なんですけどね、先ほどの話に戻しますけど、どうしてもやっぱりソファーとかダイニングの次になっちゃうんですけどね、実は一日の中で一番見る家具は何ですかって聞くとですね、カメラマンさん何ですか一番 見るの見る家具ですか、家具テレビボードですか、テレビボードなんですよ、なんでかっていうとですねテレビをつけますからその時に絶対目線に入っちゃうんですね、ですからね、毎日毎日テレビ見る時にああちょっと値段をな下げちゃったけど、あそこで見たこのルーバーのタイプの方が良かったんだよなとかって言っても毎日毎日そういう風に悔いが残りますから、真剣にテレビボードは見て、本当にあの納得するものを買われた方がいいと思います。でこれ先ほどお話ししましたように人気なんですけどね、天然木を使っている、お掃除ロボットも入る、シンプルな収納スペースで、これでなんと10万円を切りますということで、大塚具の、売れ筋テレビボードナンバーワンでした。今日はどうもありがとうございました。